はい、昨日からね、対外試合にね出場して、今日2試合目だったんですけど、まあ1打席目のね、ああいうノーアウト2、3塁のチャンスでね、打つか打たないかって大きかったと思うし、まあああいうところでね、ランナーを返すのが自分のね、持ち味でもありますので、はい、いい打球が打ってたと思います。まあまだまだね、しっかり打って守って走って体を鍛えるっていう時期だと思いますので、まだ調整っていうよりもね、しっかり数をこなして1年間戦い抜くね、体力をまずつけないといけないと思うし、そういう宮崎の期間でね、オープン戦入ったら、今年はこうやるんだっていうものをね、しっかりこう実践でね出していきたいなと思います。